めっちゃ髪ボサボサじゃん。今日野良猫と話してる人いました。それ私かもね。社長。司会ありがとうございました。右手だいぶ大丈夫。カホタル1位でした。おめでとう。マジでマジでおめでとう。カホタルよかったよかった。瀬戸内の仕事はカホが1位にならなきゃね。なんか殺風景だな。今日ベレー帽持っていけばよかった。こっちだな。今日もいろんな話ができてよかった。あ、黒だな。グレーじゃないな。この黒もうケバケバだな。毛玉取りしたい。似合わないかも今日。あ、としちゃんありがとう。クマタワーだ。1週間かほちゃんのイベント応援してました。先ほど終了して1位でした。おめでとう。瀬戸内の仕事、福田に会いたいって言ってました。嬉しい。そう、期間中福ちゃん推しの方々にたくさん応援していただき大変助かりました。どうもありがとうございました。福ちゃんもどうもありがとう。とんでもない、ありがとう。かほちゃんおめでとう。おめでたる。おめでたる。よかった。すごい怒涛のスケジュールでやったからね。私もかほちゃんの通知が来たら行くようにしてたんだけど、そのために自分のルームの よくいる人の名前を見て、お、みんな行ってんな、よしよしって思ってました。よかったに。
広島できたら会いたい。幸せだって気づいてるのに何か足りない。話し会ありがとうございました。こちらこそ。これは昨日の話し会の帽子じゃない。昨日の話し会の帽子はこれ。あ、緑でも意外と合うかもね、これ。緑にするとどんな感じでしょうか。あ、緑合うね。モノクロにならないから、かぶり方むず。ベレー帽の被り方一生わからんのやけど。毎日服がタイプ、やった。隣で歩きたい。みんなどう？ベレー帽流行ってるっていうか、お話し会ってさ、ここしか見えないからさ、帽子とかイヤリングとかでなんとかするからしかないから、みんな帽子に走るんじゃない？いや、帽子集めに、私も帽子集めしてますよ最近。帽子集めちゃう。もともと結構帽子集めるタイプだけど、お話し会ってやっぱ帽子が大事とか、帽子とか顔周りが大事だから、イヤリングとか帽子とか集めるようになっちゃった。めっちゃいっぱい、とりあえずいっぱい買って毎日いろんなの合わせてみたいな。そう、合唱団感いいじゃん。合唱団、一方的に喋ってしまった。一方的に喋ってほしい、どっちかというと。なんか私、一方的に喋ってほしいんだけど、基本的に。でも一方的に喋らないタイプの人もいるじゃないですか。その時に沈黙の時間が1秒か2秒あるのもったいないなと思うから、全ての人に、ほぼ全ての人にうわーって最初から、え、何みたいな感じで喋っちゃうんだけど、多分喋りたかったのに福田がいっぱい喋っちゃったせいで全然言いたいこと言えなかったなって人結構多いと思うの。だから喋りたかったらもうほんとバーって喋ってほしい。楽しかった。初めてお話できて嬉しかった。よかった。私もそう思ってもらえると。頑張った甲斐があったよ、昨日も今日も。楽しかったです。もっと剣取っておけ場所を発表してる。え、今日のね、最後の部の時ね、めっちゃ言われた。福ちゃん、再犯は？再犯ないの？お話し会ってどんなのか分かんなかったし、なんかあんまり期待してなかったから、そんなにお向こいも取ってないけど、なんかこんな感じなんだったらもうちょっと喋りたいし取っとけばよかったっていう人結構いて、再犯してっていう声が多かったので、再犯あるか分からんけど、私の権限ではどうにもならんけど、あったらいいなとは思いますけどね。確かにお話し会がどんなものか分かんない上での思い込み だから、そうですよね、確かにと思いました。でもこうやってみて周りの感想とかも見えたりとか、お話し会に慣れてきたりすると、やっぱ喋りたいこともだんだんリラックスして思い出してきたら、
ね、いいですよね。そう、重恋だからあんま立てないんだよねって人結構いたんですよ。だからまあ10月31日のやつはまあ再販されないかもしれないけど、来年のやつとかワンチャンねあったらいいよ。年末くらいにさ、ね、2月とかのやつだったら売ってもいいと思うけどね。っていう人が多分多いと思う。あー、ループしたい。なるほどね。こんばんは。でもなんかよかった。無謀も写メ会もあるので、写メ会の振り返してない人はぜひ。またベレー帽発見。ベレー帽に走ってるみんな。受付終わってから福ちゃん映るまでの時間が動けなくて地獄。福田のアーシャでなんとか暇を潰してくれ。福ちゃんの顔の好きなとこ100個見つけるとか。携帯2台持ちとかさ、 iPad 持ったりパソコン持ったりしたらね、ちょっと YouTube 見たりとかできるかもだけど。口が好き？嬉しい。私結構自分の口嫌いなんですよ。あのなんか写真撮ったりしてもなんか口角下がりがちなんですよ。なんかわかんないけど口が三角なんですよ。こっち逆三角形、逆三角形なんですよ。だからなんか不機嫌そうに見えるから嫌なんです。嫌いだったか、てか今もまあ好きじゃないんですけど、あんま好きじゃないですよ自分の口の形が。だけど昨日のドラゴンエッグのアバターで、私のアバターの口がなんか猫みたいな可愛い口だったんですよ。だからめっちゃポジティブに考えて、あ、私の口はあの形だって思えばちょっと好きになりました。うん、でも基本的に口角上げたい。ぼーっとしてる時の顔が、口が逆三角形だからまっすぐがせめて、うん、上げたいんだけど。刃は気に入ってますよ。そう、でもね、ここの歯がだけかなり悪いから、ここだけ前に出したい。この歯だけ前に出したいんだけど、からか刃は残したいっていう。そう、あ、時差あんまないですよお話し会、全然。意外と クールな子ってイメージだった。マジ？クールさのかけらもないんだけど。え、刃フェチわかる。私も刃めっちゃ好きですよ。猫の刃とかめっちゃこう触っちゃうの。いや、ほんとだから自分の歯並びを直したいんですか。この歯、この歯が完全に気になる。この歯だけ前に出したいんですよ。これが気になるから人の歯並びをめっちゃ見ちゃうんですよね。そうだけどさ、歯直すのって時間かかるしさ、100万とかかかるじゃないですか。だからまあ現実的に無理なんですけど。そう、でもなんか誰かがね、誰かが誰かに言われた話でめっちゃなるほどなって思ったんだけど、これメンバーかなんか親戚か忘れたけど、なんか誰かが言ってたんですよ。しかもこれ誰かがっていうか 3,4 人から聞いたことあるんですよね。
なんか私よく矯正っていうか歯の相談するんですけど、いろんな人に。なんかそういう時に、でもお金が100万ぐらいかかるからなーっていう、それで結局やめちゃやらないや、やらない、やらない人生なんですけど、今までも。でもなんか将来こうお金持つようになって、ブランド物のバッグを、例えば50万とかするバッグあるじゃないですか、ブランド物の。そういうのを、まあ、大人の女性だからと思って1個買おうと思って、1個高いバッグを買うよりも、その何十万か使って歯直した方が絶対人生において得だよって言われて、その話をなんか親からも言われたことあるし、友達からも言われたことあるし、メンバーからも言われたことあるんですよ。いや、有名な例え話のだと思うんですけど、だからそれでなるほどなって。確かに高いバッグを持ってようが持ってまいが、こうちゃんと笑顔が綺麗っていうか、口元の歯並びが綺麗だったら、その好印象の方が絶対価値は高いなっていう。なるほどなってめっちゃ思ったけど、まあでもそれを納得するかしないかは別だよね、また。かといってそれで100万近く払えるかって言ったら払わないかな。結局やってないんですけど、そう、でも刃は好きだからって感じ。だから金払いけ前に出したいんですよね。ここ磨くの大変なんですよ、から後ろに行っちゃってるから。だから矯正してる子は偉いなって思います、本当に。ちゃんと自分のことを考えてるっていうか、将来を見据えてる。私も入ったばっかの時からやればよかったな。強制貯金しようかな。別に今しなくてもいいし。10年後とかにできるように。これらの人生の方が長いしね。1日、じゃあ1、1ヶ月に頑張って5000円ずつ貯めていけば、いつか行け。親知らずは抜いてるやつもあるし、残してるやつもある。そうって感じかな。ああ、一度に払うわけじゃないか。なるほどね。確かに。ジュラペキのクリスマスケーキ知ってる知ってる。なんかセブンで予約できるんだっけ、ど、なんだっけ、なんか一回バズってたよね、2、3週間前ぐらいに。早い方がね、いいよね。ユミリンにも言われた、絶対1日でも早い方がいいよって。どっちみち直すんだったら。でも本当に私もそう思う。そう、まあしないんですけど、言うて 今は無理。 そう、自分の刃好きですよ。っていう、なんかメンバーにするような悩み相談をしたな。 まあ別にいいんですけど。 自主メンバーとどういうことやね。 全部好きです、ありがとうございます。こんばんは。花火した時の動画をのアップしたいんだけど、完全にタイミングを逃したっていうね。そのタイミングを逃して花火の動画、今更、もう10月も半ばなのに載せるのかなっていう感じですけど。 なんかしかも別にしょうもない動画なんですよ、マジで。なんか花火のあの残像で、なんか、文字を書きましたみたいな。しかもそれめっちゃ下手で反転してるんですけど。そう、ちょっと載せるタイミングを。ピンタレスト載せようか。なんか最近公にしづらい写真をピンタレストに載せようとしてる、載せるような風潮あるけどさ、よく考えたらピンタレストだって別に世界中から見れるよね。でもなんかピンタレストだったらいいかなみたいなとこがあるんだよね。
なんかね、ピンタレストってなんかツイッターだったらコメントつくときはすごいもう100とかつくときあるし、インプレッションももうめっちゃ伸びるやつは何万とか伸びるんですよ。そんな別にいちいちバズったりしてなくても、まあ時間帯とか曜日とかいろいろ考えて載せれば結構いくんですけど、ピンタレストは載せてもコメントついて10だし、全然誰か見てるのかなってぐらいのレベルなんで、心理的負担が少ないんですよ。別にバズろうとはしてない写真ばっか載せてるんで、そうピンタレストもっと見てほしいって気持ちもありつつ、だけどこうやってコアコアコンテンツであってほしいっていう気持ちもありますね。コアコンテンツ、世界的にはコアコンテンツじゃないけど、アイドル業界的にはコアコンテンツじゃないですか。だからすごい私的にはてかメール撮ってる人以外にも見てもらった方がいいだろうなっていう写真だし、他のメンバーの写真とかだとか瀬戸内を広めるみたいな写真だし、だけどツイッターに載せるほどでも載せて いろんなメンバーとか、てかツイッターに載せたら先輩メンバーとかでさんの目に触れちゃう場合もあるし、なんかそこまでするような感じでもないし、なんかそれとかめっちゃこの写真決めすぎちゃったなとかなんかね若干映えてないなみたいなとか、ちょっと時期的にずれたなみたいな写真とかピンタレストに載せてコワコワな人に見てもらうっていう使い方もしてる。もちろんちゃんとあの瀬戸内を四国を広めるという使い方してますよ。そうだけどメンバーに見られないっていうのはいいですよね。結構私ツイートとかメンバーに見られるの恥ずかしいんですよ。私もあまりメンバーのツイートとか見ないし、自分がタグ付けされてたら通知来るから見るけど、自分がタグ付けされてない限りあんまメンバーの SNS とか見ないから、なんか自分が見られてるっていう意識もあんまないんですけど、でもなんかメンバーって結構見てるから、メンバーの SNS そりゃそうなんだけど、だから恥ずかしいんですよ。なんか自分のなんかニコってしてるさ、なんか私可愛いですかみたいな表情してるやつとか見られるのマジで恥ずかしいんですよ。だからピンタレストは多分四国面にしか見られないからっていうね。でも本当にメンバーに見られるの恥ずかしい本当に。だって楽屋ではさ口開けてさわーって顔で寝てんのにさ、ツイッター開いたらなんか今日もありがとうみたいな感じでしょ。いやいやもう恥ずかしい。ファンの人に見られるのは全然いいんだけど、メンバーに見られるのめっちゃ恥ずかしいんですよ。それをなんかだけど、まあそれ撮ってくれてんのメンバーなんですけど、だけどちょっとね、恥ずいですよね。いや、そういう仕事なんだけど、未だにちょっと恥ずい。だから、あれだから家族に、なんか自分の SNS 見られるようなもんだって。そう、それと感じだ。うん。私的にはそう。家族とか、友達とか、兄弟がいい。一番わかりやすい。自分の妹とか弟とかお姉ちゃんとかお兄ちゃんに、SNS とか見られたくなくない？あんまり。別に、いいけど、なんか見られてると思いたくなくない？そんな感じよ。私はそんな感じ。めっちゃ恥ずかしい。だけどメンバーにいいねとかされたらそれはめっちゃ嬉しいんだけど、だけどちょっと恥ずかしい。けどメンバーならこれ分かってくれると思う。ちょっと恥ずい。その家族に見られてるみたいな感じ。逆に私はリアル家族は全然大丈夫。親とか多分ショールも見てるし、親の方がエゴサしてるかも。含めるとか福田あかりとか、私がまだ知らない内容を言ってくるから、そう、皆さん多分私の親に見られてますよ。あのめっちゃいろいろつぶやいてる人、ショールームのコメントも割と見てると思うし、あでもあれ浜さんのショールームとかぶってたら見られてないかもしれないけどお父さん娘さんを僕にくださいって書いたら見られるかもしれないよそうそう。だから見てるからといって別に何もしないけどね。そう、別に、ああ、多分親は知りたいじゃん。こういうことしてんだな、娘は、みたいな。ね。親にとってはさ、子供は成人しようがいつまでたっても子供は子供だと思うんで、どうなんですかね、わかんないけど。お子さんいらっしゃる方いたら教えてください。でも私はそう思いますね。だってアリノンとかさ、入った時小学校6年生だったらさ、もう別に今高校生になろうが気持ち的には私は小6として扱ってるもん。そういうこと。そういう感じよ、多分。
私あかりんは一生子供がいい。にゃこ、にゃこ。え、そう、メンバーもずっと最初のイメージのままなのよ。だから私は自分は18歳のままイメージのまま生きてるし、そう、子供扱いで入った子はしばらく5、6年経っても子供扱いされると思う。そういうもんですよね。うん、マイハとアリちゃんは二十歳になっても同じ扱い。そうなん、絶対そう。可愛がられる。本人たちはどう思ってるのかな。こっちからしたら羨ましいけど、いいな、得だなと思うけど、子供、本人たちは多分大人扱いされたいよね。どうなんだろう、難しいところだ。だって今日もアリちゃんにお尻見せてもらったもん。あ、生じゃなくて普通にアリちゃんお尻見せてって言ったら、後ろ向いてさ、お尻をフリ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 ってしながら歩いてくれるんだよ。もうそんなん、そんなん、もう母性しか出てこんやろ。アリちゃんのお尻、お尻動画一生耐久できる。マジで可愛い。お尻フリフリってしながら歩いてくれる子いる？この世に。高校1年生でいないよね。本当アリちゃん、峰吉家にも弟子入りしたい、ほんまに。だからアリちゃんに今日言ったんですよ。アリちゃん、もうめっちゃこの先何かがあって、すっごいアリちゃんがめちゃくちゃ性格悪くなっても全然本当に構わんから、私の前でだけは子供でいてくれって頼んだ。もう全然いい、もうアリちゃんだから全然ね、辛いこととか悩みとかあったら相談してくれたら全然聞くけど、でももうアリちゃんにはもう何があっても私は一生擁護しようって思った。もうこんなお尻を振ってくれるんだったらもうね、いい、全然いい。アリちゃんが存在してくれるだけでもう助かってるから。そしたら困惑してた、アリちゃん。うんうんってなってた。それがまた可愛いんだよね。もう困惑してました。うん、母性が。かわいい。何の話してんだろうマジで。絶対これがこういうのメンバーに見られたくないけど、いや言って、いやもう言ってるか、言ってるわ、本人に言ってるわ。うん、左手で腹筋バキバキのメンバーいますか。腹筋バキバキは見たことないかもしれない。うん、バキ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 の腹筋見たことないな。メンバーの腹筋か、腹筋ね。またアリちゃん、何とかいいねでアリちゃんに何々しますツイートまたしなきゃ。うん、腹筋ゼロのアイドルは私です。あー、なんか今日めっちゃご飯、今日ね、お昼ご飯じゃあ夜ご飯のお弁当が天むすだったんですよ。で、私この世で最も天むすが好きなお弁当なんですけど、天むす最高すぎて、天むす3つ入ってたんですけどお弁当に。で、3つペロッと食べちゃって足りなかったんですよ。だけど、なんか天むすって多分みんな好きかなと思ったけど、意外とメンバーってダイエットしてる子多いから白ご飯食べない、あんま食べないみたいな、食べても多分おにぎりは3個全部食べなくて2個に我慢しとくとか、そういう子が多いんですよ。だからとりあえずこれは楽屋を一周すれば天むす1個ぐらいは回収できると思って、天むすを残してるよ、残してる子をね、探したらみゆみゆが、あ、天むす全然いいよみたいな感じでくれたので、あ、門脇さんいいんすか、ありがとうございますって言って門脇さんに天むすを恵んでもらいました。
そう、見る見る。優しい、マジで感謝しました。幸せ。いや、私普段別に全然食いしん坊とかじゃないんですけど、天むすにだけは目がなくて、うん、おにぎり美味しかったな。あそこのね、天むす好きなんですよ。あのジライヤ、ジライヤ、あ、イントネーションが分からん。ジライヤの天むす好きなんですよね。有名ですよね、多分。だから今日白ご飯食べ過ぎてお腹いっぱいなんだけど、腹持ちが悪いから、なんだろう、お腹空いてんのか減って、なんか減ってないのかよく分かんない感じになっちゃった。え、ほんと天むす美味しいとか見つけたら送って。主に広島に住んでる人、宅配できたらもっと最高って感じ。できなくてもいいけど、それかなんか天むすを置いてるお店、ご飯屋さんで天むすが美味しいご飯屋さんあったら教えて。めっちゃもう割と遠くても頑張っていくわ。あ、三重発祥なの天むす。あ、そうなんだ、いいね。天むす、天むす大好き。四国観光大使チャンネル面白かった。え、ありがとう。あの絶望的に踊れてないやつ見てくれたの、ありがとう、嬉しい。四国チャンネルめっちゃ取りためてるからな、いつ出るんだろう、わかんないけど、めっちゃ多分10本以上取りためてるからね。まあ今編集してくれてるんだろうけど、大人の人が編集すごいよね、あれ。めっちゃ YouTuber って感じじゃない、なんかな、アイドルが何々してみた結果クサクサクサみたいな。公式 STU 公式がなんかすごいフランクなんだけどみたいな。めっちゃ面白いよね、うん、好きです。面白くて、なんかスタンスが四国っぽくなくて好きです。でも開いてみるとめちゃくちゃ四国なんだよね、ゆるみたいな。作業用 BGM にいいかもしれません。理性あるさんに言ってるね。それたまに言われるんですけど、なんかお話し会でも一回言われたの、この土日で。あの理性ありさん似てるねって言われるんですけど、初期の頃かな、理性ありさんが入ってきた頃、 AKB48 になんか福ちゃんに電気工が入ってきたよって言われてたんですけど、でもね、この前会ってご飯食べたりしたりとかしたし、なんなら妹さんが STU にいるんですけど、まあ似てるっちゃ似てるけど、そんな騒がれるほどでもないっていう結果に落ち着きました。だから表情、笑った時の表情が似てるらしいんですけど、そう、でも、うん、妹さん的にはまあうんって感じらしいです。妹さんが言うんだからね、雰囲気は似てるらしいけど、よく見たら違う。でもね、そうだと思うよ。なんかさ、最初さ、なんかそれこそトロとミチューが似てるみたいな、最初めっちゃ言われてたじゃん、トロとミチューめっちゃ似てるみたいな、遠くから見たら誰か誰か分かんないみたいな、よく言われてたじゃないですか。だけど今そんなこと言う人いないじゃないですか。だからそれってやっぱ個々のことをよく知って、顔のこともよく、個々のことを知ったらあんま似てなく見えてくるじゃないですか。え、全然違う人じゃんって思うじゃないですか。でもそういうのができたんじゃない、多分。私もリッセン・アイリスさんも、何、ちょっとずつね、知られてっていうか、人の目に触れる機会も多くなって、みんなが違いを見えきれるようになったって感じじゃない。なんか私もさ、2期生最初似て、なんか、あ、この子とどこの子ちょっと似てるかもなとか思ってたことが、なんか全然覚えてないレベルでいたけど、今となっては全員違う顔だし、全然、なんか私も結構アイドル、いや全員一緒の顔じゃねって思うタイプなんですよ、パッと見。だけど、よく調べていくとは全然顔違うわって思うので、結局みんな顔違います。ね、全然似てないよね。でも最初は似てる似てる似てるって、めっちゃ言われてたんだけど、そう、なんかね、そう、2期生も誰々と誰々が似てるみたいな、最初なんかね思ったりしてたけど、もう今となっては全然誰も誰にも似てない、全員ここでみんな違って、みんないいって感じ、みんな違う、全然個性がある。
性格も顔もみんな可愛い、別物です。あ、ユミリンとユキリカちょっと似てるかもね。確かに確かに、ちょっと分かるよ、背高くてで雰囲気もちょっと似てるしね、なんか似てる。でもで私も一瞬思ったことあるけど、でも今となってはまあ違うなって感じだから、やっぱね、個々のことを知ってる、知り出したら多分ね、見え方も変わってきますよね。先入観ってありますからね、やっぱ。だからももちゃん、リスでももちゃんも多分お姉ちゃんのこともよく知ってるし、私のこともお前よく知ってるまではいかないけど、もちろんお姉ちゃんほどね、まあ同じグループに なって時間も経ったから、まあ、ちょっとずつ知るようになってきて、ますますなんか別にそうでもなくないっていうポイントが増えてきたなと思いますよ。何回も見てるけど似てた、本当は、まあ、似てるって思う人もいるだろうね、まあ、いつまでたっても。別にそれは光栄です、とっても。11時半ぐらいに終わろうかな、配信。11時半ぐらいに配信終わろうと思います。ふぅ、リップロールしちゃう。マイハが口は尊敬できていた、ほんと嬉しい、お疲れ様。いつもこんな早口なの、早口なんだよね、自覚がなさすぎて。多分一生これなんだよ、パパもこれぐらい早口なんだよね多分。だけどパパがめっちゃ早口だねってママにいつも言われてんの、もうなんでそんな早口なの、もっとゆっくり喋ってっていつも怒られてんの、パパがママにね。だけど私パパのことそんな早口って思ったことないのよ、わかんないんだよね。だからそう、それがもう基本だからわからない。だからそれ言われるからゆっくり喋ろうって心をかけてる時もあるんだけど、でもやっぱテンション上がっちゃうって無理なんだよね。いわゆるオタク特有の早口じゃないけどさ、テンション上がって好きな話になったりっていうか、あと白熱してきちゃうともう頭の方が先に行っちゃって口が追いつかなくて早口になっちゃうのよ。なんか話し方を勉強しようと思って、なんか話し方講座とか見たりとか、話し方のコツみたいな本読んだりとか、で実際なんか練習したりもたまにするんだけど、まあ、その時はできても、実際さ公園で喋ってる時とかテンション上がってるじゃん、もうアドレナリンめつれて目の前のお客さんとかいたらもう楽しくて楽しくて仕方ないし、ショールームもさお客さんが見てくれてるから嬉しくて嬉しくてしょうがないから、で全然そういうの全部バーンって忘れちゃって練習の回もなく結局この早口になるというね。そう、頭が追いつかない。でもお話し会はやっぱ機会によってはさ、バンバンバンってなりがちだと思うから、お話し会ではなるべく一つのことを喋るのに、まあ、例えば今日うどん食べたよってことを言うだけでも、握手会だったら今日ね朝起きてねめっちゃうどん食べたいと思ったからうどん食べに行って、そしたらちょうどなんかセールやってて100円で食べられたからめっちゃうどん食べて美味しかったよって言うんだけど、お話し会じゃなくて握手会に1対1だったらこうやって言うんだけど、お話し会はこれ全部言ったら何ってなるから、お話し会の場合は今日ねうどん食べたいと思ってうどん屋行ったら安かったんだぐらいで終わらせたりするんですよ。そう、聞き取れなかったらその時間まるまるもったいないじゃないですか。だからお話し会ではちゃんと簡潔に喋るようにはしてます、割と秒数が少なかったりしたら。
音がはうったりしたら聞きづらかったりするだろうし、私しかも声でかいからイヤホンマックスにしてる人とか聞いたらうわーってなると思うんですよ。そうだからお話し会はコミュニケーションがちゃんと取るためにはたくさん喋ることも大事だけど、やっぱ簡潔に言うことが大事だと思うんで、そこも気をつけたりしてますね。握手会だったら全然喋りたいだけ喋るんですけど、フレーバーにやったらありがとう。聞き取りやすさ大事。だから要点を伝える力は身につくかも。でもね、割と私もまったりなんか、とか言うだけの、まったりめっちゃ超まったり、とか言いながら喋るのも好きなんですよね。そう。どっちもいいよね。深夜にテレビの音量をマックスにしたら没収された。どういうこと？何歳？え、テレビって没収されるの？没収とかもうなんか中学校のテスト期間のなんか携帯没収ぐらいしか聞いたことないけど。ジュース飲みたい。私も痛い。あーごめん、蹴った痛い、ごめんね。目が乾燥してきた。眠とらんよ。明日はお話し会ない。明日はお話し会はない。なぜなら平日だからです。あ、でも平日でもある時はあるか。あ、すごい絆創膏でかい。え、明日はお話し会にあるメンバーもいるの？え？マジ？そんなことあるの？
マジ？前なんかあの3連続お話し会の前の日に1日なんか午後だけやってたみたいな感じ？大変じゃん。めっちゃ大変やん。でもちょっと羨ましいかも。そう、ちょっと羨ましい。だって私は明日もみんななんかスマホの前にみんな現れてほしいんだけど、次々に現れてほしい。明日はみんな現れてくれないの？ 12、13、14もある？そうなの？知らなかった。私だってもう今月は次はハロウィンだかなって思ってたんだけど、あ、そうなんだ。へえ。あは、何人かだけあるのね。みんな現れてよ。私になんか私の好きなとことか順々にカールガール言ってこう。もう福ちゃんの好きなとこリレー。顔口、声、服、全部パンパンみたいな感じで、その中それ耐久してこう。何時間続くか、時間何時間もいける？大丈夫？顔とか言われたら全部、顔とかじゃなくてパーツで言った方がいいよ。右ほっぺ、左ほっぺ、右目、左目、右目の上のまつげ、右目の下のまつげ、眼球、眼球の黒目、眼球の白目、眉毛の生え際、おでこの生え際、おでこの右部分とか言った方がいいかも。なんかそういう部位ごとに全部言った方がいいかも。いける？みんな一致団結して言ってよ。一回言ったとこ言ったらあれだからね。罰ゲームだからね。罰ゲームは上からスーパーボールが1000個降ってきます。うわー、じゃ地味に痛いから。地味に痛いから。それやってこ。お話し会明日なくて寂しいから。罰ゲーム希望の人が現れてくる。やばい。ちょっと楽しくなっちゃうかもしれない。右手人差し指第二関節大変。かわいい。 Thank you。 明日も配信しますよ。するがに。 Twitter も更新したし、するし、メールも送るよ。よろしゅうお願いしましゅう。というわけで乱情よも。よいしょ。10歳からちょんまげ今日も話ありがとう。お疲れ様でした。お疲れか。ありがとう。福ちゃんすありがとう。海ありがとう。お金持ち先生自宅療養中。福ちゃんの好きなところ言わない。なんだよ、あんの監督かわいいじゃんでしょ。ブーツ半熟卵店お話ありがとう。いつもの雑談にまとい人お付き合いいただき今日も大好きです。ゆっくり休んでにゃ。休む、ありがとうね。近いしありがとう。ヤンシケーキ福ちゃんかもし、やっぱり秋の福ちゃん最高やな。私もそう思います。カツヤお話かありがとう。ありがとう珍しい書いてくれてた。はやたくだかりおし、あすかがんお疲れ様、いつもありがとう。大人っぽいの席元出してこう。本当に嬉しい。かいちゃん、聖地全然楽しい。ありがとう。90点だな。としちゃん、どうもありがとう。つながるまで無事福ちゃん現れて心配してた。11ヶ月ぶりだったけど、今の通りにさせてくれて嬉しかったよ。11月3日も来る。やったね。よかった、つながって。お話し会不安だよね、初めてやる、つながるまでは。というわけで、私が福田はって言ったら瀬戸内って言ってください。いきます。あにわさとは福田は瀬戸内。三度の飯はうどんで決まり、香川県出身の
くちゃんこと福田会でした。皆さん今日も一日ありがとうございました。よそれではまた今週来週今来週も一緒に頑張りましょう。お疲れんこ、おやすみベンジミでした。バイバーイ。